温度差半端ねえ。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、共振者です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。はい、こんにちは。村人陣営です。特に役職とはありません。まあ、まあ、村スラとか嫌いかな、みたいな感じですね、僕は。なんか、村スラとかすると、なんかわけわからなくなるんで、なるべくみんな1周目か2周目の、まあ僕の6番の初めには役職言ってほしいです。まあ占い師とか霊媒師は。まあ騎士はね、まあ占い師の指示に従ってくださいといった感じです。まあなんか村弾きするよりかは、なんか黒要素を言っていくみたいな感じの方が僕は好きかなと思います。まあそんな感じで初めなんで、まあどうせ2周目1だと思うんで。以上です。7番のプレイヤーが発言します。お願いします。レノです。箱お願いします。レノです。6番さんについては、1周目のその位置で、まあ、言うべきことは言ったかなと思いますが、2周目位置だと思ってます。2周目頑張ってください。そうだな。まあ、もし霊能の対抗が出てきたときに、そこが強なのか弱なのかっていうのは、ちょっと見極めは苦手なんですけども、しっかり来る要素、それから視点がおかしいところを挙げられるように頑張りたいと思っています。あとは、なんで潜伏しないで出てきたんだっていうふうに叩かれることあるんですけど、っていうのは私は、ないと思ってて、自分でも回収できるほど、まあ、なんだろう、破綻を負ってたぐらいしか回収できないので、素直に出るようにしています。で、6番さんも言ってた通り、ムラスラっていうのも、私はあんまり好きじゃないかなっていう感じです。8番のプレイヤーが発言します。はいはい、そうですね。まあ、ムラスラっていうのをやらない方がいいんで、やしたら、すればいいんじゃないですか。うん。やるなっていう人がいるのにやるんだったら、もういいんじゃないですか。うん。それは、子供と同じじゃないですか、夏休みのキッズ。自分勝手っていう。だから釣ればいいでしょ。どんなに素晴らしい発言しようが。うん。自己中なんだが。自己中はいらないんだよ、このゲームに。うん。7番に関しては、対抗出てから考えればいいんじゃないですか。出方とかは別にどっちでもいいので。うん。さすがに2日目、3日目、最終日とかに なっていけばなっていくほどふざけんなっていう度合いが強いけど、初日に関しては、まあ、1周目から出ても、2周目から出ても、特にそれで、見分けはつかないんでね。うん。対抗出てから考えればいいんじゃないですか。うん。ということで、まあ、狼は黒くなればいいんじゃないですか。そしたら、僕らすぐに見つけられるんで。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営でした。そうですね、6番さんに関しては、まあ、ムラスラーが嫌いってのはまあ伝わったんですけど。なんだろう。わけわかんなくなるっていうよりは、それが、ムラスラが、ムラリがあった、結果ムラリがあったことであろうとも、それをして、芯を取ろうってか、白目上げようとしてる人外っていうのも全然今まであったから、そこで置けなくなるって、白で置けなくなるから、まあ盤面が、まあそれで濁っちゃうってことだもんね。だから自分もやめてほしいと思ってます。まあ8番もそれはすぐ釣るっていう思考だったから。まあ、極端だなとは思ったけど、いいんじゃないですか。それぐらいじゃないと。7番さんに関しては、まあ、対抗が出てきたことを言っていたけども、もし対抗が出てきたら、その対抗の2攻めっていうよりは、普通にグレー政策頑張ってほしいかな。
俺はそれで見かめたいと思ってるから。プレイ制作の。1番のプレイヤーが発言します。の発言では、潜伏占いと潜伏騎士がないっていうことは分かっておりますね。まあ2周目なんですけれどもね。本戦は。7番さんは2番手で霊能しよう。まあ狼でこれをやることはなかなか割合的には少ないかなって、あって心境かなって思ってますね。盤面が形成されてない中の2番手で、狼でこれをやってるって言ったところはないかなと思ってますね。で、7番さんみたく2番手で出ると、占い、7番さんみたく2番手で出ると占いが確定しきってないので、陣外が7に白とかでグレーを広くするパターンもあるといったところで、まあ、それを逆手にとって、まあ、あのスライドにさせるっていうのが、まあ、流行ってきたんじゃないんですか。まあ、7番さんは結局2勝目なんですけれども、8番さんは狼は黒くなってくれって、これもまたね、一見して僕は狼には見えてない。うん、まあ、2勝目ですね。9番さんはちょっとまあ、その、ちょっと他のグレーセス甘かったら、に2番。のプレイヤーが発言します。はい、2番です。よろしくお願いします。自分の印象論 としては9番さんすごくいいかなと思って、7番さんは、7番さんに対してグレーセーサーをしてください、対抗が出てきた場合でもっていう観点、9番さんすごくいいかなって俺思って、9番さん村はじきしています。で、俺気になったのは1番6番さん6番さんって記事透かしてませんでした。普通に無駄りがないなって率直に思ったのが、おお、なんで7、8、1番さんは、まあ、9番さんも叩けてないけど、まあ、なんで叩かないのかなって率直に思ったな。で、7番さんが一番気にな、あの、霊能なんだけど気になった要素としては、6番さん、6番さん、まあまあ、みたいな、言ってることは間違ってなかったって言って、もろ記事透かしてますけどね。あなた、霊能目線だったら、なんでそれがいいっていう要素にとして捉えられるのかが、俺はよく分かんなかったっていうのは率直な意見です。自分は9番村っぽいと思っていて、釣り隊長は現状6番。以上。3番のプレイヤーが発言します。2番さんの言う知識透かしてるっていうのを村で言うのも村りはあんまりないと思ってますけどね。そして、9番さんを村はじってしてるって言ってるんですけど、この初週の位置で、そういう風に発言するのどうかなって思ってます。まあ、29ラインあるのかなって思ってます。発言が一番伸びてたかな。まあ、7番さんは、まあ、霊能か強化、どっちかやと思ってます。順路ってことはないかなって思ってますけどね。やっぱりね、思考ロックしてしまうと、全然柔軟な発想ができないんで、もし9番さんを新名で置いてしまって、まあ、ローやった場合ね、全部そっちの方に誘導されてしまうから、1日目で思考ロックは良くないかなと思っている。まあ、別に、僕は別に村りのある、てか、ふんじゃ、アーマーはあかんってこと？村すらあかんねたらアーマーもあかんってことよね。4番のプレイヤーが発言します。はい、私が占い師です。1番さん、白。皆さん、把握の方をお願いいたします。まあ、霊能に関してはもう7番さんが出てるんで、とりあえずそれで太鼓が出るかどうかだけでしょう。騎士に関しては、騎士潜伏でお願いします。釣り地に上がったらもちろんそれだけは出てください。だから票の数っていうのを数えておいてくださいね。一応今のところ上げときます。票の釣りを、するのであれば、6か2。6か2でいきます。保護観点からです。はい。じゃあ6と2どっち釣りますかってなった時っていうのは、6番さん初手発言なんで、ただし、この人は黒い位置を釣っていくっていうの、理由が最もだったら6はじきの2って言います。ただし2番さんに関してはあまりロー目は感じていない。なぜならば強めの方が強いかなっていうふうには思っております。正直強靭落としっていうのもありかなっていうふうには思っております。それだけは言っておきますね。あまり秒数がないので以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。そうだな。3番が抱いた懸念は多分2番占い師で9番白結果っていうふうに見てるかな、実践は。2、4が占い師なんじゃないのかなっていうふうに見てますかね。1番の消えた時は不当っていうのを2番の通りだと思っているし、1から見える視点でだった場合って、8番もほぼグレー考察を起こしていないから、8番も怪しい位置に入らないとおかしいと思っている。2番が落としたところでおかしいのは、6番が釣り位置になったところかな。あなたのローから行くんであれば、一番今日釣り位置は一番だったはずだと思っているから、そこ一番じゃなく6番に持っていったのは何なんだろうなっ
って思ってますかね。はい。ぐらいですね。押してる予想は。はい。以上終わり。6番のプレイヤーが発言します。まあ、例の、じゃあ27。どっちから、もう、どうせ例の釣り切るでしょ。まあ、27。どっちからかでいいでしょ。うん。僕、2から行きたいかな。あんだけ言われたから、やっぱ。2、どうせ、俺のこと批判してたのはあれでしょ。どうせ6番最初の1だから全部2番が発言持っていけるからとか思ってから批判したんでしょ、どうせ。まあそんな感じでしょ、どうせ。なんで僕は2から行きたいかなと思います。まあ、7の1で、まあ言うか、みたいな感じとかあるんで、なんか、そこでいきなり人狼が、なんか、霊能って言うか、みたいな感じとかあるんで、ワニから行こうかなと思います。以上です。7番のプレイヤーが発言します。あ、お願いします。6番さんは若干感情論ではあったけど、まあ、目線は村かなと思ったかな。で、2番さん、今日言ってほしいんですけど、出ればよかったんじゃないと思うんだけどね。普通に番、ちょうどいい頃合いを見て、4番さんには勝てないと思ったから、私には勝てると思った2番さん、霊能で出たんじゃないかなと思ってますけどね。で、2番さんのおかしいところって、7番さんを村弾きしているのは非常に早いと思う。で、その理由っていうのは、私にグレー精査してよって言ったその一言だけっていうのはかなり早いと思うし、私6番さんの騎士透かしって全然わかんなかったんだけど、それは私が悪いかもしれないけど、皆さんわかりましたか？わかんなかったらすいません。私が悪いんです。6番さんの騎士透かしについては分かんなかったし、3番さんも言っていた通り、それを言うことが、はどうなんだろうね。人狼に教えたのかね。だから今日かなってなんとなく思ってはいるけど、だからそこについて突っ込んだ3番さんっていうのは村っぽいなっていうふうに思っているけど、で、3番さん、アーマーもあかんのって言ったところは若干、ね、若干っていうか、まあ、村なんだろうなと思ったけど、5番さんはよく話聞いてるなっていう印象です。あと、グレーで言うと、いっぱいいるな。8番さん、村すら連れっていうことだったんですけど、ちょっと極論だったんでね、この後の発言っていうのはよく聞かなきゃいけないなっていうふうに思ってます。1番さんについては私、メモ取ってませんでした。すいません。2周目ちゃんと取ります。8番のプレイヤーが発言します。まあ、4番が霊能から行くのか、グレーから行くのかによって変わってくるんで、霊能だったら4番と合わせます。はい。もうそれでいいと思うんで、グレーだったら6番でいいと思いますね。結局、グレー精査をしていない。感情的になっている。挙句の果てに役を透かしている。1周目の時点で。人外要素満点なので、グレー精査してないってことが非常に重いっすね。感情で2番に行ってるってことがマジで重いっすね。7の人外も追いませんっていう人であれば、それは村じゃないと思います。役を透かしたことは、大きな問題であるということで、村だったら村メンバーに謝るくらいの気持ちでいなきゃダメでしょ。自分のせいで人に迷惑をかけました。村メンバー申し訳ない。私のせいで村をピンチに陥れるところでした。こんな恥ずかしいプレイをしました。なんでそんな思いがないんだろう。自分が偉い。自分が正しい。2番に文句言われたから2番を釣る。もうメンタルがもう村じゃないので、僕は6釣り。6行きます。27はまあ、好きなように4番がやるのであれば、27合わせますよ。どちらでも僕はわからないんで、ロラすればいいと思ってるけど。まあ、今日は6、硬いんじゃないかなと思ってますよ。とてもじゃないけど、村のメンタルに感じません。9、3、5は、それなりに発言はしていたとは思いますが、もう一回聞きます。もう一回聞いて、まともに見える狼いますからね。6の人外は硬いでしょ。もう村とは僕は思えません。だからもう6しか行きません。以上です。9番のプレイヤーが発言します。難しいなぁ。まあ、27だったら、まあ、7番の指摘ってか、視点はまあ、なんとなく分かったかなと思ってて、俺も3と5は、グレー釣りだったら外したいかなと思ってる位置で、6番さんってなんか悪い意味で色が落ちないんだよね。27にしか触れてなくて、グレー精査全くなかったから、厳しいな、色が分かんないなって位置かな、6は。8番がそこまで、謝れっていうほどなのかなと思って。だから、3は2の指摘が真っ当で、5は1への指摘が真っ当だったと思ってるよね。
だから3が言った通りに2番って、その6の要素を拾ってんだったら、別にまあいい、なんだろうな。それを筆頭に挙げて、6番印象悪いっていう思想があるっていうのが、俺もそこが、ムラリがないっていうところがムラリがないと思ってるから、そこは3と同じだったんだよね。あと2って俺だけムラはじきしてたけど、なんか、薄いなと思って理由が。ムラはじ、なんだろうな。本気で精査してる感じに見えなかったんだよね。わからんけどね。村はじきできる要素って、俺のあの招集でなかったと思ってるから、霊能に、だって霊能がグレー精査を頑張るって当たり前のことだと思ってるから、そこで村はじきが、なんか薄いなと思ってるかな、現状は。まあ、進行は4番さんが取ればいいと思ってるけど、6の位置をどう扱うかじゃないですか。グレー詰めの時って。まあ、占ってもいい位置なんだろうけども。はい。27だったら、現状は2かなと思ってますね。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。いやー、スキル差なのかな ?3 番さんって2級って言ったんだよ。2番さんが狼だと見てて、9番さんの相方を最白と言ったんだよ。2級あるってそれで追ってんだよ。これ3番さんのどこが白いかなって8、9番さんには思うし、8番さんの6叩きって6が人外だと思うなら、その先の2、7、このレギュ的には2、7が結局新郎盤面、2が盤面的にも後出し黒っぽいよね。俺巨人ながらね。2、7新居でグレーに2郎盤面じゃあ、られでいいんだよ。2、7残った方がいいわ。8番さんって6に考察がないって言いながらも、8番さんもブーメランなんですよ。6が人外だったらどっちが繋がる、その先がない。3、5、9。ここ考察してないですよ。うん、9番さんも3番さんに2級とか言われて、3番さん、5番さん、ハブキで乗っかって6、8って、僕にはよくわからない。人の発言聞いてるかなって思ってるよ。もう一回言うんだけど、3番さんって2級ライン追ってんだよ。2番さんが狼で9の相方にそこは白いって言うかね。うん、で、なんか、霊能だったら2とかって言うけど、霊能行かないでしょ。27に今日のグレーの、だから、9番さんって4に任せて、まあ黒っぽくはないんだけれども、まあちょっと外れてるのかなと思ってる。これ村の民意ですよ。8番はあって強人かな。露骨すぎる。目立ちすぎてる。俺は2、3、ロー、8、強で提出かな。だから3落としたいですね。6、9が白いっていうよりも3番の2、9がここがラインがあるって、いやいや、狼狼にこれやってるとは僕は見えてない。だから3人のライン切りだと思ってる。3いきます。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。2番です。潜伏した理由なんですけど、明確に俺もう7番が強、4番さんに聞いてもらえない、7番さんが俺強人だと思って例の潜伏しようと思ったんですよね。そしたら4番さんの、占い師さんが26でランテージしてこられたんで、しょうがないから出ました。2日目に7番さん護衛したかどうかで強人かどうかで分かるでしょって思ったんで、率直に潜伏しようかなと思っていました。9番さん白はじきした理由なんですけど、しっかり対抗の7に、偽要素を上げていたとこかな、1周目で弾こうと思ったりは別に、そうね、なんか1番さん2、3あるって言われたんですけど、じゃあ3番さんいけるんで、3番さんいきましょう。3一本してんで構いません。2級の意味が分かんなかった、昨日の発言。で、俺はまだ現状、6番さん怪しんでる視点があります。なおかつ、もうこんだけ6番さんって釣りをされてて、力士が透けてるんですよね。村でも、ローでも別に、とりあえず釣ってもらった方がいいと思うんですけど、2番さんグレー生産ねえし、6番さんグレー生産ねえしね。って思うけど、俺は人外、3も6もどっち行っても、なんか落ちそうな気がするんで、俺は別にどっちからでもいいと思ってます。7番さん、どこが釣りたかったんでしょうか。3番さん、5番さん色落ちないって言ったんだけど、だったらあなた、どこ釣りたいのって率直に思いましたけどね。対抗の俺を何で見てるんですか。あなた、ローで置いてるんですか。って感じですかね。7は強で置いてるんで、俺は6、3どっちでもいいです。以上。3番のプレイヤーが発言します。2番さんが人外ならロード置いてます。まあ、7番さんがね、大体のことで言ってくれたかなと思いますけども、超人が出なかったから、6番さんの位置で、霊能として出たんかなと思ってます。だから7は、新、強。で、2番さんに関しては、新、老。今日、どれでもいけるんですよねっていうとこ。だから、霊能で行くなら2番さんやけども、今日はグレーで行くんかなっていうところ。
まあだって1番さんが言うけど、最初のあの位置ではあんぐらいの考察しかできんくねって思うけどね。うん、8番さんに関しては6番さんにしか触れてないなっていう印象があるんですけども、だから6番さんが知識すかしたっていうんやったら、6番さんが知識やったら釣ったらあかんくねって思うけどね。それやのに8番さんは6番釣るんですか？うん。で、2番さんのね、僕の叩き。うん、じゃあ3番釣るか。お前、大神だったら舐めてんだから。マジで人外やなと思いました。黙って6番押せよ。うん、なんやかんやね、なんか理由はしょうもねえな。大神だったら黙って、6番押せっつうの。って言ったら7番が趣味あって。俺もう疲れるわ。もう。何でもいいよ、別に。3番でもいいよ、ね、別に。もう別にこの火事負けもどうでもいいからさ。マジで何選んで潜伏してんだろうと思って。まあ、慣れてんだから、こっちは。もう、まあ、正味。で、霊能で出てくんだね、もうよ。騎士で出るかなんかしろよ、よ。霊能の結果を。騎士で出るっていうのは、神の操作ができるから騎士でやれっつうのよ。うん。自分がで占い守りになったら、占い神だろうよ。なんでマジで霊能で出てきてんだろうって思ってんだけど。まあ、いいんだけどよ。のプレイヤーが発言します。騎士の方が出れんだろうよ、むしろよ。はい、確実に今日27で行ってくださいね。グレーなんて行かなくていいですから。27が強靭だったら白圧迫すればいいというふうに思ってます。それ考えますから、占い人と含めて。だからグレーに行くっていうのやめてください。27が狼だったら、強靭がどこかに潜伏している。はたまた、一番の強靭の可能性だって十二分にある段階なんですから。だから黒を見つければいいかなっていうふうには思ってます。それを考えます。はい、2番さん、7番さん、絶対的にどっちか行ってくださいで、釣り切りでいいですから、強靭かな、狼かなっていうのをずっと考えていきますから、そこで占い1等々がすべて決まります。ただ、HP がかなり少なくなってますね、6番さんね。6番さんっていうのは初手発言で、黒いところを言っていくっていうふうに言ってるんですよね。黒いところを、上げるって村に落としていくって非常に難しいんですよ。であるならば白弾きっていう方がまだいいのかなっていうふうに思っている。だから2周目かなり期待してたんですが、それなりにもう一切なかったなっていうふうには思ってますね。だからやっぱ叩かれてしまうんですよね。非常に難しいな。2番さんが7番さん強靭なのか狼なのかっていうところがあるんでね。なので確定で2縄で1陣外を落としていきますから、で、私の白先が強靭なのかどうかっていう精査をしてください。いいですか？それだけでいいというふうに私は思っております。私は今日2番さん行きます。2番さんが2本上げる意味がない。2本は絶対に上げちゃいけませんね。2本上げて、出てきたらどうするんですか？ 5 番のプレイヤーが発言します。はい、2周目ですね。1の今日はないと思ってますね、自分は。一応今日はないと思ってます。二周目に関しては、一番までの位置であれば、二三六八強の視点っていうのは、一番の位置での考察であれば妥当だと思っているし、ただその後二番三番の発言を聞いた場合って、二番三番がプロレスしてるかどうかっていう判断になってくるけども、二番三番プロレスには見えないかなと思ってますね。二三のプロレスにはあまり認知して見えていない。二番が三番を釣り殺そうとしていて、三番は二番を猛烈にクロスしている。だった場合、三六のランテージで三番が釣れて、二番が人外視されている中で二番が釣れた場合って最速で負けると思っているから、二三はあまりプロレスする意味がないかな。ライン切りはそこでのライン切りは弱いかなと思ってるから、二三はあまり見てないですね。そうだな。8番に言うのであれば、8番が6番のスムラが透けているから6番を釣るって言うんであれば、3番自身も3番もアーマーってダメなのっていう発言を残しているから、3番自身も自分がスムラっていうのを透かしてるけども、そこは何とも思わなかったのって思ってますね。8番については。だから発言が終わっている前方位置だけを叩き、後方位置に全く触れない、2周目の発言聞いてっていう風な発言っていうのはちょっと怪しい位置にはなるかなと思っています。うん、9番はその8番にほぼ触れていないので、8、9っていうのもワンチャンあるかなとは思ってますけど、ちょっと薄いかなとは思ってますかね。はい。まあ、みんなは2からすみません、僕は。全プレイヤーの発言が終了。その疑いには、どんな根拠があるのか。ラクスカシマン嫌いだから3番6番押す。狼だとも知らん。最終盤面なら考える。
それ以外なら別にどうでもいい。投票が終了しました。うん、お説教投票する。追放されるプレイヤーは、それ以外ならどうでもいい。説教投票。俺嫌いだから、こういう人たちは。役すかすような人たちは。プレイスキルの問題か知らんけど。それを村でやられると困る。はい、よろしくお願いします。今日は俺人外だから別にいいんだけど。俺がローだった場合って霊能に下がると思ってんですかね、本気で。村の皆さんに聞きたいんですけど、俺がローで4番さんから釣りをされてて、ローで霊能に下がるんですか？俺の相方がどうのこうの言われてるんですけど、俺の相方なんているわけないじゃん。俺霊能だから、新霊能なんだから相方なんて言いません。だいたいこんな釣りをされてるのにおかしいと思わないの、普通。7番のあの出方で、じゃあ7番、すごくいいですね。グレーセーサーは5が話聞いていていいですっていう印象しかグレーに落としてないんですよ。スリーチも上げずに、グリーンの精査もせずに、7番強靭以外の視点は俺はないんですけど。俺が黒いと思ってるのはどうかしてますよ。4番差からランテージ上げられてて、俺が霊能だったら、俺がローだったら占いで普通に出ますけど。霊能で降りて、ローラーされるなり、何？ローラーされるなり、俺が釣りをされ、4番に釣りをされそうな段階で、俺はローで出るんですかって、そっち側に村に聞きたいんだけど。だから3番おかしいと思うよ、普通に。2級ローローもしかりだけど。だから6番もおかしいし、3番もおかしいから、俺6、3のアンテージしたんだけど、それがおかしいって言われてたからな。18は何やってんの？1番強靭なの？ 8 番はなんで、ああ、まあ8番はわかるんだけど、1番は何なの？なんで8番入れてんの？率直に思うけど。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。ああ、僕ですね。6番さんしろということでね。まあ確かにね、最後の2番さんの意見ね、まあ確かにと思ったね。思っちゃったけどね。それやったら占いで出るかなと思っちゃうんやけど。ってことで、今日、7番さんローラーで行くかどうかっていうところね。6しろ。もうだからもう6ずりはなし。だからヒロさんが、6にしか叩いてないのがめっちゃ気になるけどね。あの、8番さんね、8番さんが。ってことかな。あと、1号がもし人外ならば、かなり、村的には、あの、厳しい戦いになるかなと思う。かなり発言のブルーお二方なんでね、って感じかな。まあ、それ7番は2黒って言うよね。そうね。ってなったら、まあ、今のところ僕の中では8番かな。6しか叩かない8番。ティッシュ。まあ、いいか。出ん方がいいんかな。グッズ部出したから出ん方がいいかなとは思うけどね。はい。ということで。そうね。今んところの発言では8番しか見えてません。でも今日は安定進行で7行くかどうかっていうとこね。次の占いで、4番さんが、4番さん占えるのかな ?4 番さん。4番。のプレイヤーが発言します。いや、確定で今日7番さん言ってくださいね。これ遺言になるんで、はい、これで1人外落ちてますから。7番さんが死んだった場合っていうのは2狼で、狂人を占ってる可能性だってなきにしもあらずだから、ね、で7番さんが偽だった場合はまああまり狼で黒って出せないかなって思ってるんで狂人かなっていうふうには思ってる。そしたら、まあ、白圧迫が良かったかなっていうふうには思ってますね。6番さん占った理由っていうのは、まあ、いいか。いいですよね。HP 確保ですね。黒なら黒でそれでもいいし。
というか、村に明らかにしないといけない色が6番さんでしたね。はい、6番さん白なので、もうマックス強人でしかないから。だから6番さん、1番さんともにね、村だったら、ラストウルフをね、見つけてほしいなっていうふうには思っております。なので、今日は7番さん。で、騎士について動きだけ言っときますね。騎士は、今、グッジョブが起きてるんで、もしかしたら、今日は絶対に私並みになるんで、明日ね、グッジョブをなんとか起こして、一縄増やしてほしいなっていうふうには思っております。で、それから出てくればいい。で、対抗が仮に出てきた場合は、それを村が精査すればいいっていうふうに私は思っております。それぐらいですかね。または本当に語られたくないとかっていうふうにやんだったら、まあ、しょうがないかなっていうふうに思いますけども、私は潜伏をお勧めしますね。はい。といったところで、今日は確実に7番さん新かもしれないけども、7番さん落としますから。7番さん、2番さんの相方位置っていうのを最終、言ってほしいなと思ってます。5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。8番については昨日5番が言った問いについて答えてもらいたいですか。はい、6番だけじゃなく3番の須村もつけているにもかかわらず、3番ではなく6番にだけに行っている理由がよくわからないですね。9番から見える視点で8番がどう見えるのかが知りたいっていうところぐらいかな。3番が8番を釣り殺そうとしているっていうふうな発言で、28ロード？あ、直すぎない？2番8番ロードって。だから、なんと2番ローキャンで考えたとき、2番人狼3番狂人まではあるかなと思ってますね。2番人狼3番狂人の、実践 8×9 にラスールっていう視点ですかね。その視点だった場合に関しても。6番占いはね、すごく良かったと思ってますね、4番さん。うん。HP 確保っていうのも、6自身からあまり共鳴を自主点感じていないから、6番の強靭ってまずありえないと思っているし、うん。っていうような感じなので、6占いは妥当だったと思ってます。まあ、いい位置じゃないですか、占い位置はって思ってますね。はい。まあ、あと頑張って、とりあえず7つありますね。あとは8には質問に答えてもらいたい。9番は8番にもう少し触れてほしい。1番さんは、大丈夫。6番のプレイヤーが発言します。はい。7番に投票します。まあ、僕、白なんでね、よろしくお願いします。で、まあ、あと、3、8がちょっと怪しいかなと思ってます。3、8、怪しいかなと思ってます。8とか、なんか、もう2、7に投票するって言ってんのに、なぜか僕に投票してるし、3もちょっと怪しいかなと思ってます。以上です。7番のプレイヤーが発言します。うん、6番さん、あれだね。あぐらかいてるって感じですね。はい、仕事を終えてるんでね、ロナ飲めるんですけど、うん、もう一仕事したいところ。そうだな、まあ、相方ね、どこなのか提示してほしいって4番さんに言われたんで、まあ、考えてたんですけど、初週で2番さんが村弾きしていた9番、もしくは、まあ、消去法で5かなと思いますが、目立つ8番さんはあって今日かなと思います。投票的にもね、ちょっと投票位置もおかしいんで、ローでこんなことするっていうことはなんかないかなと思っています。で、3番さんも言ってたんだけど、5番さんが黒なら怖いって意味で5番さんを挙げました。5が黒だったら結構持ってかれるかなと思っています。ラインも見えないんですよね。で、で、2番さんと殴り合ってた3番さんっていうのは違うと思うんで、3番さんは弾いてます。こんな感じかな。なんだっけ。これ言い忘れてたんだけど、八幡さんって占われても白しか落ちなそうな印象が初日からあって、まあ今日かなって この頃から思ってたんだけど、まあ無敵って感じがしてて、で、あと、なんだっけな。二番さんにすれば叩かれたんだけど、五番さんも話よく聞いてるって言って色落ちしないとは言ってないんだよね。だから印象がいいってことは言ったんだけど。だからあと二番は今日だと思うって言ったんだけどね。聞いてないなって。まあいいや。はい。皆さんがロラで。8番のプレイヤーが発言します。うん。ロラは行かなくていいです。5番でいいです。2、5でしょ。うん。
まあ、狼としてのセンスはないです。5番の狼さんに言います。私、狂人だったら、7番カバーはないです。釣ります。簡単です。はい。7番の芯が透けるからです。狂人であれば。7番が2白打ったら、7番を守ります。はい。7番は2黒なんですね。その人を守る狂人がどこにいるんでしょうか。私なら1番か見ますね。私が狼なら。人狼センスのない狼だから早く自爆してください。5番さんでしょ？うん。2号でしょ？うん。センスないから。うん。折れ釣りっていうのはまずセンスないから。うん。あなたに答える資格ないから。狼に答えることは何にもないから。もう2号スケスケだから早く自爆して。時間の無駄。4番神？グッジョブ起きるに決まってんだろ。1番のわけわかんない投票を見て何かに気がつかない。それは5番でしょ。うん。くったらないことで、ネチ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 粘着してますから。煽り運転並みに。うん。それは2号でしょ。もう分かりきってることです。7番は残しでいいです。5番行きましょう。時間の無駄です。自爆してください。時間の無駄。うん。私がわざわざ7番変わりません。狂人だったら7番を必死で釣ります。だから3号に狂人の資格があります。あなたたちに狂人の資格ってあるんですよ。狂人の仕事ってまっとうにあることなんですよ。おかしなことを言う狂人なんかいるわけないんですよ。私は村だから7番をかばえるんですよ。あなたたちは3号を狂人って言うんですよ。7番を釣り越してロラする奴を狂人って言うんですよ。わかりました ?3 番5番さん。うん。今日は5番に行きます。2号だと思ってますから。早く自爆してください。時間の無駄です。あなたをずっと粘着します。あなたは精査じゃない。だから、あなたは人外。以上。9番のプレイヤーが発言します。いや、まあ7行くんだけども、まあ8番さんはどうなんだろうな。それで5、例えば釣ってさ、終わんなかった場合って、じゃあ次の日、7番行きたがるのかな。わかんないけど、村人のある発言じゃないと思う。俺こんな、1番噛まない狼なんてマジでもうやる気ないんで、1番騎士の可能性があって1番噛まないんだで。騎士を透かしてないこんな狼いたら、もう、やる気ない狼なんて、4ガミしてる狼だで。自分が騎士アーマーを1番噛めよ、まずよ。一番噛まない狼だ。霊能で出るわ。もう応援する気もね。7がもし、7がもし、偽で、2白出さないんだろ。だからもうやる気ない狼なんだから。7でも2でもどっちも応援できないから、もう。マジで応援できないから。なんか。だからもうどうでもいいから気に入らない5番に行くってわけ。俺狂人だからどっちでもいいんだよ。この試合壊れようがなんだろうが。俺は狂人だから別に5番しか行かない。アピールなのかなと思ってるよ。27が進路だった場合って。で、7が進で2がローだった場合は、まあ5番の視点を借りると、23のプロレスには見えないっていうのはまあ同意なんで、まあ、7が進だなと思う場合は、まあ3はないのかなと思ってて、8は何なんだろうな、精査しづらいけど、まああと、5が狼の時って、4神安定っすよ。だって狂人がグレーにいるっていうことなんだから別にそこの紙はおかしくない。ドラゴン今日7位。1番のプレイヤーが発言します。てか、こうやって4番さんの平和村になって4番さんがマウント取って27の乱って神様村ってもうほぼほぼ作業ゲーだから意味ないかなと思って、純粋に発言だけで僕は8人投票してるんだよね。2番さん、7番さんの内訳って新郎新居。4番さん視点は27。発言がどうでもいいんだよね。だって、霊能仕様でとりあえず27で一陣外釣るって流れを自分で言ってるから、まあ、PP が怖い。発言精査はなきにして、とりあえず一陣外釣ってこって話でしょ。で、みんなの発言も聞いてるけれども、2に黒打ってる7が強人だった場合、2が C になったらグレーに2路構成ね。3番さん、9番さんとかみんなが、3番さんなんて初手で安定で7って、いやいや、精査がまず必要でしょ。7が2に黒打ったんだから7の芯があれば1路落ちてる。2が死んだだった場合は、7が狼じゃなくて、7が狂人に見えないですかって話だよ。2番手で出た。それがなくて、なんかとりあえず7行きますとかって3番さんとかやっぱおかしいんだよね。安定で7って言え、精査しようよ。うん。まあ、スキルさんなのかな。俺が精査できてるとかじゃなくても、4番さんのマウント村だもん。作業芸ですよ、こんなの。俺は自分で辿るだけですね。だから27、霊能が2枚出たら脳死で釣り切るんでしょ。だから27なんて発言スキップでいいんだよ。言わない方がボロ出るよ。ああ、言わない方がボロ出ないよ。ね、そう思わない。7番さん死んだったら2路落ちてるでしょ。でも2が死んだったら7今日透けてるでしょって。
まあ、狼の可能性もあるけどね。そこを抜きにして脳死で、だからもう、俺はたどれないけれども、言ってること、まあ、7が2000なら3級かな。2が死んだ、あ、そうだ、7がそうだ。まあまあいいんだけど、どこでも。全プレイヤーの発言が終了。私はただの石、私はただの石、私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番、7番の遺言を発表してください。なるほど。はい。脳死プレイということですね。新しい言葉を覚えました。私もまだまだですね。まあ私は一仕事ということで、二仕事はさせてもらえなかったんで、二仕事目は4番さんに託したいと思います。相方提示は私はあまり自信がないけれど、どうなんだろうな。ちょっとね、8番さんがね、あまりに目立ちすぎるのがすごく気になるけど、やっぱりね、ローでやってるとは思えないかな。俺やってんだったらマジで。こんなローさ、センスのかけらないんだもん。買いながら1番の騎士の可能性があるのに構わないな。っていうのが。もう1番の勘で乗っ取るとかの気持ちはねえのがまずよ、この。1番さんもかなり、独自に行動しているので。マジでね、時間の無駄なんだっつうの、マジで。詰まりまくっているから。俺目線マジでこんなさ、役員も立たねえような狼をかばう気にもなれないこと、吐き気がするっていう。7でも2でも、どっちでももうかばう気もないぐらい。7狼なら白結果出さなきゃ。何やってんだって話だし。2番何やってんだって話だし、そもそも2番は。騎士では出ない。霊能で出る。どっちも応援できねえし。359誰でも応援できるわけねえだろ、一番噛まない時点でもう。四番噛んでグッジョブですっていう。何やってんだろうって思うわ。もう何マジでやってんだろうって思うわ。占いでまず出ないって何？俺の後半1、2で。昨夜は一名の方が。7番以外だったらまあいいけど、7番以外の人なんでしょ？のプレイヤーが発言します。はい。もう8番取りますね、僕。8番取りますね、普通に。8番取りますね。8番取りますね。過度の煽り禁止って言われていて、で、8番自身がそうやってやってるんであれば、どうぞ村負けてくださいって思ってるんで、8番取りますね。8番ハフトインスキップすればいいじゃん。ルール説明で過度の煽りとか暴言禁止って言われていて、あなたの人狼だったら自爆しろっていうのは過度の煽りに入るから、そういうふうな日本語も理解できないんであれば、あなたとは二度と逃走拒否しますね。はい。1番さん、3番のローはないですね、100%。3番、2、3ローはないですね、正確に言うんであれば。2番、3番ローはないから、3番落としの場合は7番が陣内になるっていうことですね。7番が陣内になって、その場合は3級ローはあるけども、その場合に関してもう7番は陣内ですね。7番のシーンはないですね。その場合に関して。3番が陣外だった場合、人狼だった場合に関しては2、3狼はありえないから、3、7、3級になるから、その場合に関しては、7番は大久保陣外になるんで、7してた方がいいと思ってます。だけ1番さんには言ってきます。はい。もう始まってしまいますよ、僕。感情表、それに関しては。村負けていいと思っているので、感情表で始まっていきますね。はい。それで僕を投票するんであれば、どうぞ勝手にやってください。ね、それで2号狼って8番が、言ってるんだから、ね、それで村を負ける未来が見てみたいんで、それでも結構ですよって言っておきます。6番のプレイヤーが発言します。はい、まあ僕も8行きますね。8番さん騎士なんでしょう、これ。で、このタイミングでなんで出てきたの？このタイミングで出てきた意味を、まあ、説明してくれたら、まあ8番さん置いとくかもしれないけど、このタイミングで出てきた意味、あんの？一個前のタイミングじゃダメなの？二日目とかじゃダメなの？これ八番さん甘？どっち？三番が甘？わかんないんだけど。四世ってどういう意味？ごめん。すいません。何これ？四世？八番さん騎士？違うの？まあ、どっちでもいいんだけど、もう俺八番から行くわ。
うん、これ騎士だとしても出てきた意味わかんないし、騎士じゃないとしてもなんかわけのわからんことする意味わかんないから。8番のプレイヤーが発言します。今日はゴズリね。だからお前いい加減しろよ、ごめんよ、おめえよ。お前のやってるプレイはな、犯罪行為だ、ジムタツの。俺しか騎士が出てねえんだぞ。俺で俺釣るだろ、舐めてんじゃねえ。お前だろ、5番よ。人外は言うんだよ、同村拒否とか。お前の考察は考察じゃねえんだよ。お前が暴言吐いてんだよ、俺に対して。俺が真っ当な考察してんだよ。役つかつやつは人外なんだよ。だから6位で出る、次お前だ。考察がまともじゃない、粘着プレイ。俺に対して。だから人外なんだよ、2号にしかないだろ。自分が負けるからといって、俺釣ればいい。走る発言。お前らはゲームプレイじゃ嫌じゃないんだよ。俺が説教するのは当然だ。同村拒否勝手にしろ。お前はプレイヤーとして終わってんだよ。今日は5番な。騎士権限5番、2、5。もうこれで終わる。5番はもう自白したも同意だ。自分が負けるからといってそんなことを言ってんのじゃねえ。だったら1度も噛んどけよ。次に4噛んどけよ。狼としてのセンスがないんだよ。煽りじゃねえだろ。お前の技能としての問題だ。そして俺のような真っ白な人を疑う。だからお前は終わってるんだ。ゲームプレイヤーとして終わってるんだよ。ちゃんとゲームをしろ、5番6番は。俺が騎士である以上今日は5番釣りだ。隠しろ、釣るって言ってる6番はこのゲームやめろ。お前もだ、同村拒否って。お前のプレイがまずいんだよ。恥ずかしいプレイをしてる5番がな、俺に文句を言ってんじゃねえ。今日は5番釣り。確定人外の5番。もう自白と同意。諦めてるのは人外なんだよ。無駄は諦められないんだよ。今日は5番釣りな。5、6はふざけんな。9番のプレイヤーが発言します。まあ8番さん言い過ぎっすよ。言い過ぎってか、あの暴言になってきてるから、まあ気をつけ、なんかまあそうっすね。いや発言すごいしづらいんだけども、あのまああんまり過度な暴言は良くないかなって思います。まあ6番さん落ち着いて、ね、多分6番って教授ないかなと思ってるんだけども、8番がけ、まあ結果ね、3番の謎行動により、8番の騎士っていうのが、この、村において確定されたんだから、8に入れるってことはまずないですね。冷静になってね、冷静になるとそうでしょ。8入れってのはまずなくて、そうだな、3番っていうのが、人狼でそれをやってるのかって感じだよね。だって、今日、もう1グッジョブって、あの、この昼を終えた時、その、または次の日、まあ、人狼が釣れなかった場合ね、起こすべきところだから、出す意味が全くないと思ってるから、3って超無駄にないと思ってんだ。だけど、狼でそれをやるのかって感じなんだよね。わからんけども。狼自身で自分が知りたくてやってんのか、俺は27だったら、7に部があると思ってて、2ローだと思ってるから、その場合って3のローはキャンセルされるんだけども、強靭なのかなと思ったりするんだけどな。3だったらまあいい仕事、3が強じゃったらいい仕事しんじゃないって思うから、まあ割と自主点5釣りってのは悪くないんで、はい、そう思うかな、俺はそう思ってるから。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。っていうか僕の意見としては、まあこんなのはまあ殺腕から狼の誘惑 3D 人狼殺、3番さんのアーマー仕様、アーマーっていうのは仕様じゃないから、まあ、これも不要なチャットとは見なすんだけれども、発言精査がないと思ってるね。4番さんの部屋村で27を釣り切る。頭の中では神経つけてても、4ナー中の無駄なを7番さんが神目取ってて、7番さんが神だったら太りなを使ってるでしょ。で、6番さんは隠しろですけれども、8番さんに言うけれども、昨日の段階で7釣りでしょ。脳指令のローラーで7釣り、8が出たとしてもグレーに行く選択肢はなかったんだから、昨日の段階では出る必要がないですよね。もうちょっとスキルがアップしていくと出て、昨日グレーとか決め打つっていうのは十分あり得るんだけども、3番さんが、2番さんが噛まれて、3番さんが村安定でって、5番さんは3の3人プロレスなんか色見えてると思ってますね。十分ありますよ、だって。2級。っていうかだって、7番さんが強靭2が死んだったらグレーに2ローでしょ。俺騎士、6、8? ああ、6番さん強靭の可能性ありますね。8路。まあ、今頃出てきたんですね、6番さんね。なるほど。6番さんは強靭8進。なるほど。っていうか発言奪ってんだよな。
口頭で言えばいいんだけど、まあまあまあ、ほぼほぼですよ。もうこんな作業芸で、まあやっぱこう、もういいんですけどね。まあ、みんな、人に言うときはもう自分がルール守ってないと人には言えないってとこで。はい。まあ、たどれませんよ、これは。ね。3番のプレイヤーが発言します。3番です。なんでアーマーで出たかって言ったら、9番さんが、前の話で、僕が趣味でもある、趣味の知識でもあるんじゃないかな、みたいな感じで、もし9番さんが知識ならば、まあ、アーマーとして出てほしいんかな、みたいな感じもあったし、まあ、9、6、どっちかが知識だったら、僕はアーマーとして見てくれるかな、と思って感じてました。で、まあ、8番さん知識の中で、5番さんが8番を追っ俺、とにかくね、5番にイラッとしたから、2番と5番にイラッとしたから、こんな奴らは絶対にね、叩き潰す。あってかもしんないけど。やったと僕叩いてるんですけど、6番さんがね、あの位置で出てきたってことはもう、5番の粘着具合とね、このね、いつものね、言うやつ。どうせ聞きしめです。ごめんなさい。全員とやるんだよ。そんなことができない奴はもういいんだよ。ブロックとかなんかそんなこと、そんなこだわってるような奴は。人をね、差別してるようなやつは一流プレイヤーになれねえんだよ。全員と戦うんだよ、この人狼殺は。いいところ。で、うん、5番にイラッとしたからね。てか、狼にイラッとしてるわ。なんか7ばっかり言ってたから。まあ、2、5だったら早く負けろと思ってたもん。マジで俺、強人だとしても別に今日はね、で叩き潰す2番、5番のプレイヤーって言ってたんで、7、ローだとしてもさ、白出せよ。5行って無理だったら1行きたいんですけど、2番はそもそも騎士で出ろよって。騎士で出て、騎士すかして、騎士のあれを。5、1、みんなね、ちゃんと精査していきたいかなって感じかな。やってれば、4番を、亀だかもしれねえんだね。騎士を。っていうか、占いで出ろって。このスラっていうのは続いてなかったのかな、どうも。なんで出てんだろうっていう、いろんな意味で。5番でいいよ、もう。5番でいいよ。あ、俺つられでも俺強人だから別に怒ることは特にないから。6番カミカミしてねっていうだけ。6番をカミカミしてね。うん、5番でね、終わったら終わったで別に俺はいいよ。こういうプレイヤーはいらないから。うん、ちょっと久しぶりにね、ヒロちゃんもね、怒ったわね。よし !5 番が狼でもね、ヒロちゃんの推理はね、逆に当たったってことだね。投票が終了しました。今日はね、狼許せんから、1カミしない時点で。追放されるプレイヤーは、よし !5 番5番の遺言を発表してください。だから、7死んだった場合に関しては、2番黒結果でしょ ?2 番黒結果だったら、相方って8、9どちらかっていう視点でしょ、ね、?2 番、3番のプロレスには1番さん見えないでしょ。それは8弦から。ね、7にせだった場合に関して、2死んだった場合に関しては、3番が黒結果になるんだけども、その場合って、オートで7番が2000になるから、7番を連れてきてる人ですよ、ね。それに関しては。で、6番対抗で出てる。そしたらさ、5じゃないですよね。6、8の乱ですよね。どう考えても。ね、どういう正座してるんですかね、この村。マジで。8番とかマジ。8番とかね、ミュートにしちゃったんで、何言ってるか分かってないんですけど、何言ってたんですかね、8番さん、あなたって。一体、ミュートにしちゃったから、あなたの発言聞いてないんですけど、普通に、何言ってるんですかね、あなた。一生懸命僕にきっと煽ってたんでしょうね、9番の発言を聞くに。ね、9番さん、1番さんの発言を聞くに、一生懸命煽ってたんでしょうね。でもね、あなたの発言聞いてないんですよ、一切。はい、さようなら。夜が更けました。人狼に気をつけてください。これで狼噛んできたらもう知らねえよ。ここまでやって、6番噛み噛みできないんだったら、もう俺もう知らねえから。ここまでやってあげてんのに、ここまでやって俺新騎士らとマジで思ってんだったら、9番か3番にいいんだろ。ここまでやってあげて6カメね、センスあったら6カメって終わるんだけども、で1つって終わるんだけど、もう知らねえよ、もう俺もうほんとマジで。夜が明けました。ここまでやって分かってくれないんだったらもう俺は知らねえよ。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番、8番のプレイヤーが発言します。うん、占い師です。今日1番黒。1番言ってください。うん。あのね、真の村人さんね。うん。色は黒いかもしんないけど、真の村人さんね。ヒロちゃん、狂人ね。今日1番ね。1だよ、1。俺も、本当に狂人だから。もう。5番、うん。イラっときたから、もちろん釣り落ちたわ。6番騎士、うん。お笑いプレイありがとう。うん。
君たちね、6番の自己中プレイで6番占われるっていう。悪いんだけど、君はね、もう人狼殺やめた方がいい。なんてかって言うと、他のメンバーに迷惑かけてんの。一回しか占えねえんだよ。強人視点で言わせてもらうわ。これでな、6番とかをな、擁護する人外とかいるから。自分たちが勝ったからと思って。俺は説教するよ。人外だとしても。お前のプレイで4番の貴重な占いがお前の騎士なのに、お前に入ってんだよ。その時点で意味ねえんだよ。ちゃんとプレイを見つめ直せ。俺が村の時だったらもう説教レベルだからな、反省会で。俺は人外だから今日は6番のお笑いプレイで助けられたけど、今日は一釣りね。ここまで言って、1番いかないんだったら、これ4人番目だで。俺、目線確定、村人は1だから。1番行って、で、PP 作って。2回連続やれば、どっちか噛めば、もう俺が次の日に折れ釣り。3人番目になるから。うん。ってことで今日は1行って。うん。それしか俺はもう言いようがない。で、PP 作るっていう。で、安全に勝つっていう。Q3は分かんないからギャンブルになる、俺目線、狂人は。うん。うん。ってことで今日は1位って、狼さんは。うん。ここまでやって、まあよかったら俺の狂人 CEO を見抜いてくれで。俺噛まれたらどうしようと思った。今日1番でお願いします。はい。9番のプレイヤーが発言します。はい。まあ1いきますね。はい。まあそうっすね。まあ狼なんだけども。勝ちだよね。いや、8が狂人だと思ってるから。まあ、6が強人だったら使用するし、まあ大丈夫だと思ってるけど。はい。まあそうだな。6番は、騎士だったら、まあ占い1ヒットだったから出てもよかったんかな。出て神1になって、神1が6、4の順になって、4がどこを占うかにもよるけど、の方がまあ、村目線だったら盤面って詰まったかもね、もしかすると。まあそこで8とか占ってたらまあ、なんだろう。それもそれで強人占いっていうのは痛いかもしれないけど、騎士よりかマシだったかなっていうのも思ったりはするけどな。はい。かな。まあ、時短だったらもう、勝たせてください。1、俺は行くんで。1番のプレイヤーが発言します。俺は未だに6番さんが強人8死んだと思ってて、まあ1日目に関して、まあ実際8強人だったら、僕の1日目の8番さんの精査は合ってたし、だから結果7番さん、あ、強人なの？マジか。まあ、3番さんも言ってることおかしいんだよね。5位って終わんなきゃ1とかよくわかんないこと言ってんだよ。6新騎士なんだ。じゃあ6が新騎士で、引き士を透かした発言をして、占い位置に入ってる。まあ、いろいろ無理なんだよね。いや、ミス攻め戦法をしたいわけじゃないんだけれども、純粋に発言精査をするべきなんだよ。27、脳死霊能って、脳死で霊能ローラーって、ね、やっぱ無駄縄なんだよね。だって、7番さんが2番さんよりも発言盤面でも芯取ってて、7に縄をかける時点なんだよ。だから人気局って嫌なんだよね。型にはめるし、グレー言ってればよかった。だから純粋にグレーの人とかが発言で芯を取れば普通にいけるんだけれども、型にはめるし、結果間違ってたからとかじゃなくて、村のミーでよくない ?4 番さんの27ローラーにみんな乗っかってるって。平和村って感じにくいよ。7ロー。7級なの？へぇー。7級、2進、7級なんだ。2だって進っぽいよ。3番さんして2級。2はね、両で出ねえだろっていう。じゃあ初日に2番さん映ってると。まあ、いろいろ無理だよね。てか発言で純粋にさ、新時だったら7番さんが偽だったら7番さん残しで勝たせてあげる。6釣りにあったかもしんねえのに、6が騎士で出ねえんだよ。村が勝手に6が3だと思うね。真あるけれども、まあ、9番、一部長が怒ってもどうせ3騎士が透けるでしょ。でするとかだからどうせ永遠に続ければ、最後に3噛めばもう勝ちだから。のプレイヤー1じゃ、1じゃなくて3だよ。何でも1でもアーマーしてるかもしれない。6がアーマーで。は、騎士使用の準備とかしてないんですかね、騎士のっていうところ。うん、僕が騎士で出た瞬間に出てくれたら、バグったらもう、急知らんわ。86精査になってたんやけども、ってところかな。ってなったら絶対8見入れてたけどねってなるけどね。86精査なら。まあまあ。ね。今日9番。いや、6が悪いんだよ、これ。こういうのってダメだから。本当にね、陣内でね、勝ったからって言ってね、村をね、擁護するやついるから、俺嫌いなんだよ。ダメなプレイをダメだって言わなきゃいけないって。6のプレイってマジでダメなプレイだろ。マジでもうダメなプレイの。6、新騎士で占われるわ。
てかそもそも平和村なんだから出ろって話で。4番視点だともうマジで思うわ。無駄占いさせやがってってマジで思うから。ただ一華さんに新騎士がいるかもしれないけど、延長させればいいだけのことだから、別に9番もうすかさなくていいから別に。すかさないでしれっと1番入れとけばいいから、黙ったまんましれっと。1番のプレイヤーが発言します。3、1が騎士かもしれねえが。はい、今、8番さん教授分かったんで、時短で、3番さん時短で、1投票で。あとは何だろうな、まあ、ゲーム終わった際に、開口1番に誰かに発言するのはやめてください。しないよ、俺だって勝ったし。皆さん、人に指摘する前に黙っててじじい。人外が今回勝ちますけれども、人外が3人いて村側が精査できる。これ一人でやれるゲームじゃないですね。40分から約1時間一人でかかりますよね。かける9で9時間分のゲームやってます。もう言いたいことは6に対して言った。村負けるのは悔しかった。っていうかさすがにね、6のことに関してはみんなで議論していいと思う。バスヤブセルとかダメだけど、6にその間違い誰か教えてあげた方が、俺今回人外だったから、いいタイミングで騎士で出たから、あんま新騎士かと思って出てた。やっべえと思って。なので今回は7、8、9の人外1位。それ5が9でしょっていう予感はしてたけど、9番5番って村な気がしたし、イラってきたから5番通用した。2、5、2、3回で。まあ、6強人の8騎士、新騎士はないよ。だって6って、あの、なんだ、時間ある中で強人使用しなかったんだもん。自分が噛まれて、8強人っていう視点が3と9に残るってことを懸念した。新騎士じゃないよ、俺って。もう。まあどう見りゃ新騎士なわけねえじゃん。こんな新騎士ならやばいよ、震えるわ。なんで、まあ、6が強人は絶対ないですね。6は新騎士。だから、6のプレイに関しては、議論をした方がいいってか、6番に教えた方がいいと思うで。てか、まあ、これは。8番の巨人は怒んないじゃなくて、俺は言ったけど、まあありがたいです、6番のプレイがなぜダメなのかっていうのは、占われてしまうから。たった一度しかないのに、しかも平和村って別に騎士が出ていい盤面なのに出ないっていう。で、占われるっていう。見事な、ダメなプレイを連発しまくって。で、俺が出てきたら出ればいいのに出ないっていう。白なんだから、6番は。隠し白なのに噛まれたくないしか多分頭の中にないっていう。うん。投票が終了しました。まあ、罵声浴び、俺は勝ったから罵声は浴びせないけど、村メンバーは6番に教えた方がいいと思うよ。これだけは言っとく。まあ、僕も殺腕からずっと、殺腕からずっとやってますけれども、このゲームにイライラすること、こんなのはもう日常茶飯事、朝飯事ですね。一番はね、気が長いのかもしれないけど、怒る怒んないじゃなくて、ところで6番には教えた方がいいって。機能が有効になってないので、ちゃんと携帯のメモ、iPhone のメモにちゃんと名前を打ち込んで、常にうんって覚えるようにしてますね。叩くんではなくて、動作 NG にするべきですね。そこまでやらずに、あの人ああだったんだよなとかっていうのはもう、なんかやれるべきことをやって。一番さんたち、俺は抜けるけど、こういうの回避になりそうだから抜けるけど、はい、俺は勝ったから文句ないけど、6番にはね。すごい携帯の中のメモ、やりたくない人いっぱいメモしますよ。あ、俺喧嘩するんじゃなくて、俺メモしない。あ、いたらこの人いるから抜けようでいいと思ってます。ブロックリストもいいな。これってブロックがそもそも機能してないゲームでブロックリストつける意味マジないし、ゲームするなら誰でもいいんだよ別に。ゲームするなら誰とでも戦わなければいけないっていうゲームだからね。ゲームするゲームだからこれは。なんだろうゲームだからね。あのね、6番にはちょっと若干説教したけど、あのね、教え込んだ方がいいで。俺村でやられたら全くもって意味ねえから。推測でなんとなーく5番は弾いて3か9かなっていう推測まで行くんだけど。たどり着けるけど結局それでも2分1だから。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番のプレイがマジでやばいプレイだからこれ。村にとって。ゲーム終了。教え込んだ方がいい。人狼陣営の勝利です。これは冷静な話。